本日もよろしくお願いしますいらっしゃい今日は一緒にお茶でもどうえどうぞはいコーヒーでいい水出しコーヒーをいただいてね飲みきれないで困ってたの私がやります私ね山内さんには感謝してる仕事は丁寧だし真面目だし礼儀正しいし前に頼んだ人は芸能人のゴシップを楽しそうに話す人で、はあこの人こうやって私のことも誰かに話すんだろうなと思ってねその日のうちに解雇したのその点あなたは必要以上に干渉してこないでしょミルクとシロップどうするやっぱり私がやりますエプロンボタンどうしたのえこれあなたのよねどこで拾ったと思う？ねえ山内さん、私何度も言ったわよね。2階には上がらないでって。びっくりしちゃった。あなたが約束を破るなんて思わなかったから。座って。でね、聞きたいんだけど見たのよね何をでしょうかやだそんなに萎縮しないでいずれ紹介するつもりだったのよ実はあの子ちょっと体が弱っててね今うちで療養中なの驚かせちゃってごめんなさいねいえそんな私こそ息子さんを驚かせてしまって反省していますつい何のことえ私はただうちのベランダのツバメの話をしてるのよいたのね。いえ、それは。これを受け取って出てってちょうだい。私言いません。ですから、このままここで。だから悪いけど。あなたは約束を破るし、平気な顔で嘘もつく。そういう人だって分かった以上今後うちに入れることはできない今までありがとう山内静香さんご苦労様でした。